近況報告。近況報告。これまたちょっと開いちゃったよ。で、野沢たかし店ありがとうございました。ライブペインティングもね、2回やってくれて。これ初めて見てるんですよ。うん、あれを結構路上でやってるらしくて。そう、普段ね、路上でね。結構通る人もさ、うん、何やってんだってこう、結構止まってたよ。ね、いいイベントでしたよ。常連の横内武さんも期間中来てて、あ、すごい絵だね。これ誰が描いてんのみたいになって。これ何って感じになる。そう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 。でも意外と高志が描いてるの見てるな。力抜いて、ファー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 って。書いてて、イメージが入ってるね。でもテーマあんのこれって聞いたら、うん、一応ありますっていう。あ、面白かったですよね、うん、ね。もうあれは終わっちゃったんだけど。そうなんですよ、終わっちゃって、で実はじゃあ最近芝居上手じゃん、なんか勉強してんの。何が芝居終わっちゃったんだみたいな、分かってるじゃん、もう終わってんの。あ、いやいやいや、上手じゃん、そういうの。恋の芝居って言うんだよ。そうだよ、芝居なんだよ実は。で、もうほら飾られてるでしょ、もう。これね、クラゲちゃんの展示が始まりました。ないいい加減にしてくれ、いい加減にしてくれ。いや、クラゲちゃんの世界観もまた面白い。昨日から始まって、今日はクラゲちゃんがプロデュースしている冬喫茶アルメリアっていうイベントを初めてアシローで、アシローでやったんだよね。アシローでメイドカフェですよ、いわゆる。今日やったんですよ、今日。で、今日はあのほら、可愛い女の子ちゃん2人が着てた衣装もクラゲちゃんが作ってんの。へえ。今日ルーズっていう2人が店員さんをしてくれたんですけど、ルーズの1人とクラゲちゃんは今一緒にバンドやってるんですよ、クジラデパートって言って。クラゲちゃんは服も作るし、絵も描くし、ベースも弾くし、鍵盤も触るんですよ、超天才なんです。で、今日お父さんお母さんの話聞いた？そう、聞いた。アルシーファンで、うん、クラゲさんの、クラゲちゃんの、お友達が、はい、まず、こちらもやってるんだ。わー、すごいね。お若いのにね。でもなんか、嬉しいな、ありがとうって言っといてって言ったらさ、あの当時に私は生まれなかった。クラゲちゃんか。なんかやっぱそういうの分かんだろうね。それでなんか今日ね、初めてメイドカフェやりましたね、夜。大盛況で。こういうのはいいなと思ったね。また誰かやってほしいよね。7月の大イベントとしては、うん、719、7月19日。なんと、山川健一先生、70歳のクキのお祝いライブです。よ、ね、知ってますか、山川健一、あの有名な小説家ですよ。で、ロッカーでもあります。ロッカーでもあります。クキのお誕生日に合わせて、そう、それで、私か物語計画っていうのを先生は今、ね、やってる、小説家を育てるというかね、作家さんを育てる。で、誰でも入れる。私も実は入ってるんですけど、すごく面白いサロンがあって、そのサロンの中で主役された本も出版というタイミングでもあるんですけど、あ、なるほどね。何年ぶりに山川さんのルーディーズクラブバンドというバンドのライブです。あ、バンドはできるんだ。その発売される小説のカバーの絵がなんと鮎川陽子さんなんです。あ、そうなんだ。鮎川誠さんの長女ですね。で、当日なんと来てくれます。陽子さんも。はい。それであと、ズボンズのドン松尾さんもトークに登壇してくれるということで、演奏もしてくれる。演奏もそれやるんだよ。だからズボンズのドン松尾さんと庄司丸の演奏もあるし、ね、ルーディーズクラブバンドもあるし。いや、嬉しい。ケンさん、久しぶりに会えるな。見ようか。大祭イベント。ああ、ね、大祭イベント恒例の。恒例のね。大祭興行。大体もうね、土日限定だったんだけど。なんと。平日にもやってくれる。大祭、平日に新設です。あの、その名も、タイトルいいですか？企画タイトルあるんですよ。私つけたんですけど。大祭、ウィークデイライブ。ストレート、ひねりがないですね。大佐のバンドがオープニングアクトをして、人気をつけたいって大佐が思ってるアーティストを入れるっていう、みんなに見てもらうっていうイベントなんですよ。それに選ばれたのがなんと神戸颯太、いや、小野寺拓也、
あ、それが8月8日ね。はい、正治丸さん叩くの。そうよ。俺も大佐とバンドを組んでる。丹部と小野での前座を。前座を正治丸さんが。やります。ああ、いいですね。大佐ぐらい足しげく最近ランチも夜も通ってくれてる。そうなんです。こいつ誰やねんってみんな思ってるであろう、たっちゃんっていう人がいるんですよ。一見怖そうなんですよ。たっちゃんが座るときはだいたい、その椅子がね、あ、そうなんです。これぐらいの位置に座ってる人はだいたいたっちゃんです。たっちゃんです。そのたっちゃんがね、7月23日の日曜日に初めての。初めてっていうか、誕生日のイベント。あ、たっちゃん誕生日なの？まあ、多分24だと思うけど。そうなの。たっちゃんがボーカルですね。ボーカルで、バンドを、俺と大佐でもうほぼやるんだけど、ね、大変なんだよ。もう20曲ぐらいあるわけ。そんなにやるの？はい。あ、それもうワンマンライブどころじゃないじゃん。それ1部2部でやって、で一番頭はそのたっちゃんの会社の人の、うん、なんかね、あの病気をされてて、うん、復活してのライブらしい。へ、うん、格闘音ですよ。たっちゃんさ、すごいんだよ。もう、二人でさ、帰り歩いてくじゃん。うん、もう、その夜の人たち、みんなたっちゃん、あ、なんだよ。その辺のお店のマスターとかも歩いてるんだよ。あ、たっちゃん。え、あとランチが。どこです？週替わりメニューを始めました。今2週間に1回のメニュー変更で、ガパオライスですね。まあそうだね。豚肉のバジル炒め、何？まあそうだね。じゃあ、ガパオとは呼んでないから。そうだね。ムーバイガパオって言うんですって。うん、ああ、そうなの。そう。あの、だから地下の店長の偽物のガパオが。でもガパオって本来鶏肉なんですよ。違う違う。あ、現地では割と豚みたいです。あ、そうなの。日本が鶏が多いみたいです。あやさんが言うには、エビのガパオが一番うまいです。7月22までこれが食べられます。本日もお疲れ様でした。お疲れ様。また近況報告はもうあと8月入ってるな。カーズも泣くんだね。え、だってあと半月やろ。あ、まあそうだね。この間は寄る気だったのに。6月でマジちゃんとやったもんな。たまたまね。日にち決めたのいい。決めないよ。正治丸さんもほら、なんか気分が優れない時もあるし、私が気分も優れない時もあるし。いや、それは大丈夫だよ。店長なんですね。じゃあねー。